皆さんこんにちは試験本番で緊張しないセルフコントロール講座担当は鳥谷康代と申しますどうぞよろしくお願いいたしますまずは私の自己紹介をさせていただきます一般社団法人上がり省国福協会で代表理事を務めております 中学一年生の国語の教科書を読むときに手と声がですね震え出したのが上がり症のきっかけでした以来三十歳ぐらいまで十七年間上がり症に苦しみ続けました中学一年生の時に上がり症を自覚したので中学高校の六年間は大変つらい青春時代でした本読みが当たると分かっているときは 軽病を使って保健室に逃げるということも数々経験しています。あとは歌のテストやリコーダーのテストの時にですね、手が震えて吹けないというようなことも経験しました。中学高校6年間まなんとか学校には通っていたんですが、とにかく授業に出るのがつらかったです。 高校を卒業して進学進路を決めるときにですねそんな状態でしたので私は大学にまあ行けなかったんですね自分が上がり症で大学に行くことができないということは周りの人には言えなかったんですただ大学に行かずに就職したいということを言ってましたそうしたところ学校の先生が そんなに就職したいんだったら公務員試験を受けてみろというふうに言いまして、えー、だったらちょっと挑戦してみようということで、えー、名古屋市役所と私あの地元が名古屋なので名古屋市役所と愛知県とそれから国ですねを受けまして、えー、たまたま運よく三つとも受かったので地元の名古屋市役所に入庁します、えー、ようやく、えー、授業に出なくていいと。 思ったんですがまあそんな甘いわけはなくてですね市役所に入庁してからも人前で話す機会はやってきました特にですね市役所の市長室市長の秘書ですねをやっていたときは大事なお客様をアテンドするときに手や足が触れたのを覚えていますその後も名古屋市の教育委員会や 議会事務局というところにいたんですがその時も手と声が震えて本当に大変でした研修が研修の講師が当たる時は毛病を使って休んだことも数々ありますそんなこんなで大変な思いをしながら市役所に勤めていたんですがあもちろんですねあがり症を克服しようと思って精神内科ですね の通院もしたことありますしあとはあの高額な催眠療法というのもやってみたことがありますが効果はなかったですそれでたまたまインターネットで上がり症を克服の話し方講座っていうのを見つけましてでそこにちょっと半信半疑で通ってみたんですがそこで、えー、たくさんの方が上がり症を克服するために学んでいたんですね それで,です,、ね、すごく感銘を受けまして自分もそこで何とかあがり症を克服したいということで入会しましたそこで2年間授業を受けてトレーニングをして、えー、見事あがり症を克服することができましたでその経験をですね生かして、えー、何とかこう私のようにですね人知れずあがり症で苦しんでいる人を救いたいと ということで市役所を退職しまして、今から16年前になるんですが、あがり症克服の専門の話し方講師としてデビューしました。で、2014年に全国初の元あがり症によるあがり症のための教会、一般社団法人あがり症克服協会を設立して理事長に就任しました。 今は全国各地のカルチャースクールそれから大学高校中学企業団体などで年間200回以上の講演活動をしています指導してきた生徒さんは7万3千人を超えますさらにですね著書も多数出しておりまして ベストセラーですね人前で上がらずに話せる方法こちら6万部ほど出ておりますが初め15冊ほど出していますあとメディアの方もですね多数出演させていただいておりますはい次に教会のご説明ですがこんな感じですねおかげさまで全国各地に教室があります。うん 7万3000人以上の方をご指導させていただいていますこの名誉顧問の武田先生はご存知でしょうかねあの本間デッカ TV でよくあの出ていらっしゃいます中部大学の教授をしていらっしゃいますが武田先生も元上がり症だったということで、えー、私どもの教会に賛同してくださっています、えー、講演実績としては地方自治体ですねはじめ、えー、大学 こちらはですね、あの就活支援を主に行っています。あとはロータリーさん、ライオンズさんなどは経営者向けのセミナーを多数行っています。それから民間企業、カルチャースクールなどで講演をしています。書籍やメディアは先ほどお伝えした通りなんですが、特にメディアですと NHK さん多数出ておりますし、あとはあの芸人さんにもたくさん指導していまして、最近ですと。 トレンディエンジェルの斉藤さんですとか、あとは、えー、オードリーの若林さんや、えー、有吉さんですね、ま人見知りの方のご指導も多数しています。えー、主な方は、えー、修行の方ですとか、あと経営者の方が多いですね。こんな感じです。 それではここからですねガイダンスということであなたの上がり度チェックを行っていきますはいこんなお悩みはありませんかあなたの上がり度をチェックしていきます試験本番ではい、動悸が激しくなるのを感じるまあいわゆる心拍数が上がるドキドキするという状態です はい二手足がガクガクと震えるこれはあの例えば筆記用具を持っている時ですね手の震えが気になる方も多いと思いますあとは足まあ膝周りがガタガタと震えてくる人も多いと思います三全身から汗が出るもしくは汗が出るような感じがする全身からと言ってますけれどもまあ例えば手汗 タイプの方もいますし脇汗、うんえー、顔汗という方も多いと思いますちなみに私は脇汗タイプなのでパッと見は汗が出てないように見えますが、えー、ジャケットを脱ぐと、えー、びっしょりということはよくありますはい、次4口が乾いてしまうですね、えー、口が乾くとですねしゃべるときにですねちょっとつっかいてしまうという方が少なくないと思いますねはい、5 頭の中が真っ白になる、えー、家ではできる普段ならできるようなことも本番になるとできないという方がいらっしゃると思います。6。トイレが近くなるあの試験の直前にトイレに行きたくなると結構困りますよね。あのこれはショーもそうですけど、あの私の場合はちょっとお腹がゆるくなるって言うことがありまして、結構焦りますね。 はい、七、息苦しさを感じて、冷静でいられなくなる。まあ、パニックになってしまう方もいると思います。八、顔が赤くなります。赤面ですね。これ、あの、反対に顔色が悪くなる、青白くなる人もいらっしゃいます。はい、九、声が震えたり、言わずってしまい、うまく話せなくなる。 そうですね。あの面接で声が震えるわずる喋、えー、ることができなくなるっていうのは結構つらいと思います。十、えー、ミスによる失点を過度に恐怖する状態になるということですね。この十項目ですが、えー、皆さんはいくつ当てはまりますか。はい、チェックの確認です。 実は一つでもチェックがついたら上がり症の傾向があります一つでもですねしかし落ち込む必要はなくてですねいわゆる上がり状態は誰にも生ずる現象です、えー、特に資格試験年に一度しか受験のチャンスがない難関国家試験においては 本来の実力の50も力のもを出せない人が多数に上ると言われています50%も力を出せない人が多数ってことですよね。ということは一点を争う難関資格公務員試験等において実力が半分しか出ないのか実力の80%以上を出し切れるのかこの違いが合否を与える影響が極めて大きい。 ということは言うまでもありませんこのガイダンスを受けている方は後者の実力の80%以上を出し切ってほしいんですねということで上がりを克服させたプロ私ですけど私が明日から使える実力発揮の方法論を伝授していきますところで緊張しやすい人にはこんな症状があります 一、赤面症ですね。二、はい、視線恐怖症、人から見られるのが怖いという人ですね。三、処刑、えー、何かを持つと震える人のことです。四、電話恐怖症、あの最近ちょっとニュースでも話題ですけれども、あの特に若い方は固定電話に出る機会が減ってるので。 電話恐怖症の人が増えているというお話もあります。はい、5。会食恐怖症ですね人と食事を取るのが苦手という方です。6。吃音症喋るときにですね。口ごもってしまう方です。はい、7。多汗症汗かきさんですね。などなど。 悩みの症状は人それぞれでもその原因は緊張や不安などに集約されていますということですねはいということは緊張をコントロールすることができれば最高のパフォーマンスができるということです上がり症を克服するのは奇跡でしょうかまあこういう質問が上がり症の人からたくさんあります、えー、私は本当に上がり症が治るのでしょうか 緊張は治るのでしょうか質問がたくさんあります答えはですね治ります奇跡じゃないですノーです、えー、現に私はですね重度の上がり症を克服して、えー、今こうして人前で喋る仕事をしています、えー、奇跡でもなんでもないですね、えー、なぜかというと緊張をコントロールする方法はあるんですよね、えー、性格だからと諦める必要は全くありません 初めから水泳が得意な人がいないように生まれつき自転車に乗れる人がいないように学びとトレーニングでで克服できますあなたの実力を最大限に発揮できるよう試験本番で緊張しないセルフコントロール法をしっかりとお伝えしていきます。この続きは 本編で楽しくしっかり学んでいきたいと思っています。それではお待ちしております。ありがとうございました。